自民党が8月21日に発表した党総裁選の広報用ポスター。時代は誰を求めるか。ザマッチというフレーズとともに、歴代の総裁の写真がずらりと並んでいるものだ。写真、自民党広報部が発表した2024年総裁選ポスターデザインについて賛否両論巻き起こっているこのポスターだが、一方で注目を集めているのが、このポスターをめぐる。 モデルでタレントのトラウデン・ナオミのコメント。8月21日放送の TBSK「ニュース2 3の中で、このポスターを見て、おじさんの詰め合わせ、と言い放ったのだ。これが、男性差別ではないかとネット上で波紋を呼んでいる。だが彼女の発言が物議を醸すのはこれが初めてではない。4年ほど前の彼女の発言だ。 2020年12月に首相官邸で行われた2050年カーボンニュートラル全国フォーラムに出席したトラウデンさん。その会合の様子が NHK のニュースで報じられたんですが、買い物をする際、店員に環境に配慮した商品ですかと尋ねることで店側の意識も変わっていくとの主張が字幕スーパーと合わせて報じられ、これが大炎上した過去があります。当時は 世間知らず、面倒くさい客など物議を醸しました。本人は後のネット媒体でのインタビューであの発言が良くも悪くも注目されたことで、一人でも多くの方が環境に対して考えるきっかけになったのであれば、結果的には良かったのかなと今は思っています、と堂々としています週刊誌記者。高校生の時に授業で環境問題を扱ったことから、 SDGs などに興味を持ち始めたというトラウデン。この発言以前から、環境問題に関するプロジェクトに参加していた。東京ガールズコレクションの関係者に、当時環境大臣でレジ袋を廃止した小泉進次郎氏を紹介されたと自らインタビューで語っています。それ以降、2020年から環境省のプラゴミゼロアンバサダー。 2021年からはサステナビリティ広報大使と SDGs についてのプロジェクトによく呼ばれるようになっていますね。こうした意識の高さ、ゆえ当時の発言があったのでしょう。どう前、環境活動家のグレタ・トゥーンベリ氏にも共感しているだけに今後もスタンスはぶれないだろう。だが、ネット上ではこの環境に配慮した商品ですか。 発言の印象が色濃いようだ X では、おじさんの詰め合わせ、発言に対して、こんな反応が。環境に配慮しようと言ったら仕事たくさんもらえるだろうけど、おじさんに配慮しようとか言っても仕事不縁しね、トラウデンナオミさんって店員に環境に配慮した商品ですかって詰め寄る人でしたっけ。トラウデンナオミ、環境には配慮してたのにおじさんには一切配慮なしで笑った。 中には、こいつがコメンテーターしてる時点でテレビ消してます。店で環境に配慮してますかと店員に聞く嫌みたらしいトラウデンという意見まで。炎上発言の詰め合わせのレッテルが貼られないと良いのだが。